私たちは今龍ケ崎市にある龍ヶ丘公園にやってきました。今公園内の私がどこに立っているのかと言いますと、公園の中ほぼ中央にある辰の子山の頂上に来ています。人工で作られた山でして、高さが41メートルなんです。龍ケ崎市にあるあの中で最も見晴らしのいいところで、市民の皆様に親しまれているらしいんですよね。そのこの公園の中では辰の子山が非常に目立つシンボルとしてあるんですが、これを登るためにはやっぱり階段がきついんですよね。数えましたところ、ちょっとゼーハーゼーハー言って数えたら140段ありまして、ただあのやっぱり皆さん健康のことを考えて、年齢問わず上り下りを先ほどからしている方が何人もいらっしゃって、あの若い人に限らずお年寄りの方も結構上り下りをしていて、私も見習わなくてはなぁなんて思っているところだったんですね。あの牛久大仏のふもとにある滑り台を滑っている子どもたちを見て思いました。私も何か滑らなくてはと。そこで私はこの辰の子山を段ボールで滑ります。あの実はですね、ブログなどをいろいろ調べていましたら、あの親子の方が結構段ボールで滑って遊んでるっていうニュースを見つけまして、これは私もやるしかないなと思ったわけですよ。というわけで今からこの傾斜が、そうですね、だいたい30度から45度ぐらいあるんですかね、結構な斜面を段ボールを使って下りますので、ちょっと怪我をしないように滑っていきたいと思います。それでは滑ります。3、2、1、滑ってます、滑ってます、落ちます、なんとか無事に滑り終わりました。以上、龍ケ崎市の龍ヶ丘公園からお伝えしました。